日本代表は1月1日、史上初となった元日決戦の国際親善試合対代表戦で5-0の勝利を収めた。タイメディア、ポストトゥデイ、は、抵抗できない、後半に加速した、と脱帽した様子で伝えている。動画、後半のゴールラッシュで怒涛の9連勝。日本代表が後半に5ゴールで対代表に快勝の瞬間。史上初の元日開催となった一戦は、 アジアカップに向けたテストマッチとして新戦力を招集。今回の試合は国際 A マッチデーでの開催ではないため日本代表に選手の拘束力がない中、フレッシュなメンバーを先発起用し、DF 藤井春也、MF 奥抜き幹事、初招集の MF 伊藤良太郎の3選手が先発で代表デビューを飾った。序盤から主導権を握った日本だったがゴールはこじ開けられず、 日本が圧力をかけ、試合を支配する。何度もチャンスはあったが枠には入らなかった、と、タイメディア、ポストトゥデイは前半を表した。ハーフタイムに奥抜きと伊藤陵をベンチに下げて、MF 中村系統を左サイド、MF 同案率をトップ下に投入すると徐々にテンポが上がり、開始5分に MF 田中青が先制ゴール。その後、同27分に中村のゴール。 同29分にオーオンゴールで一気にリードを広げた。さらに同37分には途中出場の MF 河村拓夢、同アディショナルタイムには同じく途中出場の MF 南の拓夢がネットを揺らし、5-0で勝利を収めた。記事では、後半開始1分にタイがリードを奪いそうになった。シュートを放ったが日本のディフェンダーが跳ね返した。その後、再び試合を支配したのは日本だった。 後半に加速した日本がタイを破ったと後半について言及。抵抗できない、タイ代表チームは日本に0ス5で敗れたと伝えていた。